脱原発の先駆者として、それ自体もギリスにしてしまう。廃炉には時間かかる。核、その使用済み核燃料どうするか、それらも技術としてリードしていくことが必要だと思います。さて、新エネルギーについては、光などの自然エネルギー、それのみならず蓄電技術を高めること、そして都市エネルギーを提唱いたします。まず蓄電に関しては大きすぎる、お金がかかりすぎる。でもこれを解決できるのが日本です。携帯電話がどんどん小さくなりました。液晶テレビが1インチ1万円から1インチ 0.1 万円に下がりました。蓄電をやる、それにつきます。もう一つ、都市エネルギー、これは私はエネルギーの地産地消を提唱します。先ほど福島のに電力を頼っていた、東京でやるべき。そうすると東京には何が多いか、人と車と電車が多い。人が通るごとに振動、車が通るごとに振動。カリフォルニアで実用化しているように、振動パネルを道路に引くことで発電をしていく。自然エネルギー、蓄電技術、都市エネルギー、新しいことを日本が進めていくことで、新しいエネルギー体制を構築すべきでございます。以上です。はい、横梅さん、ありがとうございました。ただいまですね、エネルギー政策について5名の立候補予定者の方にご意見を頂戴いたしました。まあ、私たち、関東、東京で生活する私たちの、電力は福島で作られていたというお話で、私も実際に福島の方に行ったんですが、我々青年会議所の仲間もですね、まだ地元に帰れず、避難生活、またお話を聞くとですね、家族がバラバラになってしまったというお話も聞きます。ただ私たちが、これ発災して起きてしまった事故に対してですね、今先生方のお話を聞きまして、投票という形でですね、誰に、投票して誰に託せば、次世代に安全安心なエネルギーを届けられるのかということを考えてですね、投票に向かわなくてはいけないのかなと思わせていただきました。はい、続きまして、テーマ4です。会場の皆様に質問いたします。社会保障制度について、年金、医療、介護、教育など我々の生活に直結する問題です。それではお聞きいたします。社会保障の充実は必要ですか？まずはじめに賛成の方、資料を掲げてこちらで分かるようにお願いいたします。はい、ありがとうございます。続きまして、反対の方、資料を掲げてこちらで分かるようにお願いいたします。はい、ありがとうございました。今、挙げてない方はどちらでもないということでよろしいでしょうか？今の社会保障の件については、必要だという方が、大多数にこちらから挙げられました。続いての質問です。社会保障の破綻がたびたび取り上げられておりますが、社会保障のための消費税増税は賛成でしょうか？まずはじめに賛成の方、資料を掲げてこちらで分かるようにお願いいたします。はい、ありがとうございます。続きまして、反対の方、資料を掲げてこちらに分かるようにお願いいたします。はい、ありがとうございます。今挙げてない方はどちらでもないというご回答でよろしいでしょうか？今こちらからの目視では、半々ぐらいに、見受けられました。結果の方はホームページ上で出させていただきます。それでは今の質問に合わせて立候補予定者の皆様にご意見をいただきたいと思います。少子高齢化、人口減少、子育て支援、年金、医療介護制度についての現状の問題点、また今後の社会保障制度の方向性、展望についてご意見をいただきたいと思います。こちらの設問の方なんですが、ご回答の時間を1人4分
願いいたします。それでは杉村さんからお願いいたします。すいません、福祉の前にですね、先ほどエネルギーの問題一つ言い忘れたことがあったんで、ちょっと、原発ゼロ、私たち原発ゼロですが、菅さんも原発ゼロとこうおっしゃっております。民主党、菅さんが総理大臣を辞められて地元に帰られた後に、僕もまだ民主党でしたから、よくお話を、まあ、酒飲みながらお話をしましたけれども、まあ、民主党を原点に戻してほしいと、そういうお話をしたんですが、まあ、その中でやっぱり原発の問題は深刻に考えておられて、原発ゼロというそういう気持ちは終わりだなという、こういうことは本当だろうなと思うんですが、民主党の政策とやっぱり少しそこは違うんじゃないかなと思うんです。民主党の政策は2030年代に原発稼働ゼロを可能とするようあらゆる政策資源を投入するという、こういういかにも官僚的な官僚が作ったような言葉なんですが、これは原発ゼロ、私たちは10年で原発ゼロにしますと言い切ってるんですが、そこと全然違うだろうとこう思います。菅さんがそのゼロにしたいという気持ちはあるかもしれないけれども、民主党の政策とは全く違うということだと思います。あと、実は、瓦礫の処理についてももう少し拡散をもう少し考え直した方がいいんじゃないかなということを思ってますが、これは党の全体の政策ではないので、個人的にそう思っております。ということはエネルギーについてでした。で、社会保障制度については年金、医療、介護、教育もたくさんあるので全て話せませんが、民主党の3年前のマニフェストに書かれたことが、ほぼそれが正しいだろうと思っているので、それを原点に戻ってやっていきたいということでありますが、問題は財源だと思うんですけれども、それを増税でやるかどうかということで、今増税に賛成の方が結構いらっしゃったなと思うんですが、それは本当にそれでいいのかということをぜひ考え直してもらいたいなと思うんです。で、今増税をこのデフレの不況下で やることが本当にいいのかと、これはやってはいけないと思うんですが、必ず経済に悪影響を与えるし、生活を大打撃を与えるということは確実だと思うんですが、それ逆に効果がどれだけあるかというと、税率は上げても税収が本当に上がるかどうか、ここは本当に考えなきゃいけないと思うんですが、国会の議論の中でも、みんなの党の中が質問したときに、財務省の官僚は今の状況では税率を上げても税収が必ずしも増えるとは限らないと、そういうようなことを答弁されていたと思います。で、逆にじゃあ本当にこの財政が逼迫しているので、増税する必要があるかということですが、私はその必要も今はまだないとこう思います。増税する前にやはりもっともっと根本的な仕組みを変えるということをやらなければ、仮に増税したとしても 5% 上げたとしても焼け石に水だろうとこう思うんです。それよりもまず、民主党のマニフェストで約束したような根本的な改革、中央から地方へ、仕組みを変えていくと、中央の官僚が国の隅々まで事、細かに、橋の上げ下げまで、考えていると、やはり無駄がそこで生じてしまうというのは目に見るより明らかということで、やはり地域のことは地域で考えて、自分たちのことは自分たちで、そういう工夫の中で、よりいろんな工夫をしながらお金の使い道を考える中で財源も生まれてくるんだろうと思うので、まずはそういった根本的な仕組みを変えるということで財源を生み出すべきだろうと。それでも足りない時に将来的に増税というのはあり得るかもしれないけれども、それをやらずして増税だけ先行するのはよくないと。はい、杉村さんありがとうございます。続きまして柳さんお願いいたします。7月にですね、皆保険、国保、そして後期高齢者医療の納付の通知が各家庭に行きます。で、各市役所の窓口へですね、高すぎるんだけど間違ってないかっていう問い合わせが殺到したんですね。例えば武蔵野だと900件以上で、府中小金井3つの市役所と5000件以上になるんです。で、高齢者だけではなくて子育ての世代からも今悲鳴が上がっています。例えば保育園足りなくて、どうしても足りなくて、やっぱり保育料が高くてね、条件も良くないところなんだけど、そこに子供を預けないと働けないっていう方だとか、
せめて兄弟を同じ保育園に預けたい、こういう声もたくさん私そういう親御さんの悩みを聞いてきました。でやっぱりその社会保障ってこと、財源ってことになると消費税を上げる、そのために消費税を上げるということを言う方がいるわけなんですけれども、消費税が導入された時もで 5% に上がった時も福祉のためなんだってことがずっと言われたわけですよ。でもそれから20年以上経ってるのにちょっとも福祉良くなってないんです。もちろん国の借金も減ってないんですよ。やっぱりね、福祉はね、消費税の増税では良くならないっていうのもはっきりしてると思うんですね。共産党は消費税を増税するんではなくて、もちろん料金の値上げでもなくて別の道で社会保障の財源作れるんだってことを今年の春からきちんとした数字も出してね、提案をしながら増税反対をやってきたわけですけども、やっぱりその税金の集め方、使い方、いろんな問題点がある。ここを正すことが必要だと思います。例えば無駄遣いの例を一つ二つ挙げますと、全国でこれから作ろうとしている整備新幹線ですね、それからこの武蔵野も通りますが東京外環、これ伸ばすと言っている、これは1メートル作るのに1億円かかるというふうに言われている道路なんですね。あと無駄遣いといえば、今政党助成金という補助金がありまして、共産党以外の政党みんな320億円のね税金毎年分けてますけれども、これもねもうすぐなくすべきだ。こういうまず無駄を削る、そしてあと税金の集め方、課税のことで言えば、例えば証券優遇税制ですよ。一般のサラリーマンの方の所得税の税率 20% 取られますよね。でも株転がして何億っていうふうに儲けているその株式の配当利益の税率たった 10% なんですから、どう考えたってこれおかしいんです。こういうところにメスを入れる、こういうふうにしていけばですね10兆円以上財源作れるわけです。でやっぱり医療とか介護の施設とか保育園などを国が責任を持って増やしていく、作っていく。そうすると例えば保育園を作るというのはゼネコンの大きな企業のじゃなくて、やっぱり地元の工務店に仕事が行くんですね。そしてそこで新しい雇用も生まれる。でその雇用からまた消費が生まれて、国、結局景気が良くなって経済全体が大きくなるわけですから、国の税収も上がっていく。やっぱり今必要な社会保障財源の道っていうのは私はここだと思うんですね。こういうところを改革していく、これが共産党が提案をしているやり方です。以上です。はい、柳さんありがとうございました。続きまして菅さんお願いいたします。先ほど TPP のことでちょっと農業のところが知れているともなりましたが、フランスでは若い人を農業 この研修に、かなり長期間5年7年、募集しまして、それが終わるとちゃんと農家になれるような仕組みがあります。そういう形で農業 この平均就業者の年齢が若返っておりますまた日本で我が党が行いました、あの農業の所得保障という考え方もある意味では、この農業に関して、一つのこの自給率をきちっと維持すると、そういうことに資するものだと思っておりまして、そういうことをしっかりと抑えながらですね、この TPP について農業が、いわゆる自給率が下がらない形と両立できるように考えていかなければならない、このことをちょっと追加をさせていただきます。社会保障の制度について、まあ、今回4分になりましたので、ちょっと3年前ですね、こういった問題で一番問題になったのが一つは派遣切りでした。でこれについては日雇い派遣を原則禁止する法律をその後成立させました。また消えた年金、これは今1300人の年金記録が回復するところまで来ております。また当時妊婦のたらい回しなどいろいろと医療崩壊が言われておりましたが、この2回の診療報酬で引き上げ、それまでずっと下がってたんですが引き上げを行いました。これによってかなり改善されてきていると思います。また冒頭申し上げた子ども手当は新児童手当と名前は変わりましたけれども、これまで小学生までだったのを中学生にして支給の水準は上がりました。
じゃあ高校生はというと、高校無償化によって、まあ、ある意味、児童手当がその部分はこの変わった形ですが延長する形になりました。この結果、高校の経済的な理由での退学者が非常に大きく減り、退学者の数は半数になっております。そういった意味で、この間、労働や医療に関してはかなり努力をしてきたということはご理解をいただけたと思います。そして、社会保障と税の問題です。私も本当に長い間この問題に頭を舐めてまいりました。今から約10年前からですね、毎年高齢化が進むに従って1兆円ずつ国の負担が1兆、翌年は2兆、翌年は3兆とこのように増えてきております。それに対して、自民党政権時代も含めてですね、その費用は全て赤字国債で賄ってまいりました。そういう状況でありましたので、このままではとても持たないということでですね、私が内閣の時に、自民党も 10% と言われたものですから、与野党で協議をしようと言ったんですが、それが影響して、民主党参議院では負けました。しかし私はこのことは必要だと思いましたから、与謝野薫さんに担当大臣になってもらって、その後このことを煮詰めていただいて、そしてまとまった中身をその野田政権が引き継いでいただいて、最終的には自民党公明党も合意をいただいて、この法案が成立をしたわけであります。私はそういう意味ではですね、大変本当に皆さん方には申し訳ない思いもいたしますけれども、この改革はやっぱりやらなければならない改革だと先ほど見ておりましたが、私が見た感じではその福祉のための消費税の引き上げは、みんな嫌だけども賛成される方が多かったように思いました。はい、菅さんありがとうございます。続きまして、横久米さんお願いいたします。皆様、今の日本の福祉どうでしょうか。年金いいぞと、子育て最高、介護も全部いいよと思われる方はほとんど、いえ皆無ではないでしょうか。本当にたくさんの方から福祉どうにかしてほしいと言われます。これから少子高齢化、それが進んでいく中で福祉の抜本的な改革が不可欠でございます。まず年金、年金の一元化、もうなんかよくわかんない仕組みじゃなくて、シンプルに、そして安定的にもらえる年金一元化が必要です。そして子育て、子ども手当みたいなお金をばらまいて出生率がどれだけ上がりますでしょうか。一番金持ちの東京の方、あんまりお金を持っていない沖縄、鹿児島の方、出生率一番高いのは沖縄、2位は鹿児島です。子育てはお金なんかじゃなくて、社会が守ってくれる、家庭が守ってくれる、子育てができる環境が不可欠。そういった意味で保育所、幼稚園、学童保育の拡充、お金なんかじゃなくて環境の整備が必要です。そして介護労働、私の友人にも数名介護で働いています。若いのに最近ぎっくり腰も起こしました。働いても働いても給料上がらない、少ないと言います。もちろん政権交代の力によってちょっと上がった、でも少なすぎる。その介護が愛情であってお金じゃない、でもお金、自分たちが未来に希望も夢も持てないような人が、本当の意味でいたわりの愛情のある介護ができなくなってしまう。そういった意味で介護労働環境のさらなる向上が不可欠。そして障害者福祉、いまだにバリアフリーも全然進んでいない、まだまだ進んでいない、バリアフリーの徹底化をやるべきです。そして生活保護改革、正直者がバカを見る社会、終わらせるべきです。もう先輩方が一生懸命働いてこられた、そして年金を納めてこられた、そういった方に報われる社会を、生活保護の抜本的な改革が不可欠だと思います。
では社会保障の改革のために増税が必要か、不要です。増税が必要っていうのは政治的に白旗を上げたのと同じ、その方はご退場いただきたい。できる人にやってもらえばいいと思います。私はできます。公務員改革、政治家が身を切る改革、特別会計、抜本的に改革します。そして福祉に関しては予防医学、皆様もご案内の通り高齢化が進むと医療費上がる、誰が決めましたか。元気な先輩方、元気なお年寄りの方が増えればいいだけ。介護を使わない人、医療を使わない人は医療保険、介護保険返したっていうぐらい元気でいていただく。予防医療に全力投球で医療費の増大を抑制していく。もうこれからの政治に必要なのは白旗を上げる増税ではなくて戦略、知恵、これからの10年、20年の社会保障、税の改革は私たちの世代、私たちの知恵ある、戦略ある政治家にお任せいただければと思います。以上です。はい、横久米さん、ありがとうございます。続きまして、土屋さん、お願いいたします。まず、本題に入る前に私、菅さんに申し上げたいのは、与党の方が言うと市民は、国民は信用するんですから、私は正確に言っていただきたいと思います。例えば、農家の所得保障をすることによって後継者育成って言ってますけれども、それは逆なんです。今の日本の農業の問題は農地が零細である、小さいってことなんです。そして我々はその小さい農地を大きくしようというんで、例えば自民党は例えば集落20個あったらば20個全体で、共同して一つのことをやりましょう。そうすれば農機具も1台で済む。例えば田植え機なんていうのは1台で済むんですから、こういうことをやったんですが、民主党がやった農家の個別保障っていうのは例えば20個あったらその集落農業は認めないで、例えば土屋なら土屋が誰かに委託をしていてたんだ、ダメですよ、だから元に戻してくれ、こういう政策、つまり所有者に対して所得保障をすると、平均的な農業所得より下がったらば所有者に対して所得保障しますよっていうやり方なんです。だから当然集落農業としてようやくまとまって規模が拡大したのに、今起こっている全国で起こっていることは返してくれと、集落農業に委託したんじゃダメだと、返してくれっていうことなんです。これは取り戻さず高齢化した零細農業を固定化することになるんです。ですから後継者要請に反してるっていうのが、これは真っ当な考え方なんです。それからですね、私思ったのは高校の授業料無償化にして退学者が半減したっていうのは半減してません。文科省のデータによると従来は約毎年2万人の高校生が退学するんです。そのうちのいわゆる経済的理由で退学するのは1500人なんです。それがこの授業料無償化によって500人増えて、つまり 33% 増えて2000人になったっていうのが文科省の統計なんです。これはじゃあきちっと文科省が出した統計なんです。ところが皆さんよく考えてくださいよ。500人確かに、経済的な理由で退学しなくなったことはいいことだと思う。そのために4000億円使ってるんですよ、4000億円。こういうのを政策のないばらまきだっていうんです。だって仮に500人に1億円ずつやったって500億じゃないですか。こういうばらまきをやるから、子ども手当もそうだけど、だから民主党はあの政策というのは財政効果が出てこないんです。このことが今回の選挙で問われることの一つだろうとこのように思います。さて本題に入りますけれども、これは消費税増税しかないと思います。日本は世界一の長寿国になったんです。ところがヨーロッパの先進国ってのはみんな 17-18% からスウェーデンだと 25% です。どうして世界一の長寿国になった日本が一番少ない 5% の消費税で済むんでしょうか。そんなことはありえないんです。残念ながら消費税というのはこれからも必要になるだろうと思います。さてそこで、今
お金が一番かかっているのは介護7兆円、医療が30兆円、年金が47兆円です。このうちの財政支出は年金が10兆円、医療が10兆円、介護が約半分の35兆円です。3.5 兆円です。つまりこういう年金水準をこれからどうするかという問題と、なるだけ医者にかからないように介護状態にならないようにしていく健康寿命ということが非常に大きなメリットになる。すいません、土屋さん、時間ですので、終了いたします。はい、皆様ありがとうございました。社会保障制度および今消費税について皆様のご意見をいただいたのですが、先ほどのエネルギー政策に引き続き、我々、国民の生活に直結した一番近い話なのかなと思っております。我々が次世代に引き継ぐための抜本的な見直しを迫られている問題と感じております。我々の次世代、また次世代がですね、日本に生まれてよかった、日本で生活できてよかったと思えるような制度の実現に向けてやっていただける方に投票という形を取るのがベストなんじゃないかなと思いながらお話を聞かせていただきました。ただいまの、4つの設問で、全て、事前アンケートで取らせていただいたことは終了したのですが、先日ですね、我々青年会議所、日本全国に今3万8000名のメンバーがおります。3万8000名、8000名のメンバーに向けてですね、今回の、まあ、衆議院選に向けて、どんなことが関心がありますかという一斉アンケートを取っております。その一斉アンケートの結果で一番ですね、お聞きしたい、まあ、討論会をやるんであればお聞きしたいという、内容がですね、今後の国家ビジョンについてということが一番関心があるというふうに、統計が出てきております。これはすいません、一般の方はアンケートには入ってないんですが、青年会議所様8000名のメンバーの、ことと考えております。今まで4つの設問、まあ、3分4分のご意見の中でやらせてきていただいたんですが、皆様の、きちっと時間を守っていただいてですね、多少時間が、余裕がございますので、最後にですね、最後の主張ということでですね、1人、最大5分の持ち時間がございます。今までの設問の総括でも構いませんし、今後の活動方針に向けてでも構いません。自由な、持ち時間とさせていただきます。それでは、柳さんからお願いいたします。はい、先ほどですね、社会保障のところ、財源論のところで私時間の関係だったんですけども、消費税ね、これ上げなきゃいけない、上げなきゃいけないというおっしゃる方多いんですけども、結構皆さん肝心意外に見落とされているのは、有権者の皆さんがね、例えば実際の政府の税収見てみると、消費税 5% になってからこの十数年の間に 3% の時と比べて国の税収って14兆円減ってるんですよね、年間に。それはやっぱり景気悪くなって税金払えなくなったっていう人がたくさん増えてきたんですよ。消費税をどうするのかっていうことを考えるときには、やっぱりこの事実をやっぱりきちんと見る必要があると思います。その上でですね、今後の国家ビジョンも含めて、最後にまとめの発言ということでさせていただきますけれども、私はこれから本当に国民がきちんと政治の主人公になっていく、そういう時代が来るんだろうと思います。そういう意味でいくと、私今度今ほど政党の在り方っていうことが問われている時はないと思うんですね。政党らしい政党が必要な時代だと思います。その政党らしさっていうのは、例えば個々のいろんな政策だけではなくて、例えば一貫した政策でずっと国民に訴え続けることができるっていうことだと思います。で、国民に約束したこと、有権者に約束したことはきちんと守るってことだと思うんですよ。選挙の前と後で何かこう態度を変える、そういうことではね、有権者は
何を信じて投票したらいいのかわからない。やっぱり国民に対する約束をきちんと守り続け